よしおです。あいかです。いや皆さんこんにちは。こんにちは。はい、このチャンネルでは年の差夫婦よしおとあいかが恋愛パートナーシップの専門家としていろいろな情報をお届けしています。いやい。さて、はい、今日のテーマはですね、はい、パートナーシップにおいて絶対にやってはいけないこと、はいですね、はい、合ってますか。合ってます、はい、っていうのを吉尾さんから今日はお話をいただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ズバリ、はい、絶対にやってはいけないということは何でしょう。はい、頑張ることです。そうなんです。はい、なぜ頑張っちゃいけないかというとですね、そもそもですね、頑張るっていうこと自体が実は肩に力が入ることなんですね。なんか知ってますかこの話。知らないです。氷山を登るときにクレパスってこうでっかいのがあるじゃんね。なんかこう亀裂みたいな。クレパス。そう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 。クレパス。そうクレパス。クレパスあるでしょ。うん、あれをこうそこにこう原住民というか移動する民族たちがそこを渡るときにこうやっぱ落ちたら死ぬわけじゃん。はいはい、もうすげえ谷底だからもう見えないから、うん、だからこう一生懸命渡るときに仲間ここで先にこうやってみんなジャンプして渡るんですよ。ジャンプとかこう走り渡って。うん、ロープ引っ掛けて、でその時に絶対言ってはいけない言葉っていうのがあるんですよ、うん、それが頑張れなんですよ。うーん、なぜかというと頑張れってなってしまうと頑張れって体が硬直しちゃうんだって。だから本来の力を出せなくなってしまうんですよ ね、 なるほどね、はい、なので恋愛もパートナーシップも一緒で、本来恋愛とパートナーシップって楽しいものじゃん、うんうん、だけども頑張るっていう要素が入ってしまうってことはきっと私が彼にずっと好きでいてもらいたいとか彼の気持ちをずっと私の方に向いてもらいたいっていう風に嫌われないよう捨てられないように努力するために頑張ってるわけじゃん。なるほど。そうってことはこの頑張るっていうのは本来、頑張るっていうのはどこから来てるかっていうと自分はどうせ愛されないっていうこの、ちょっと待ってください、なんでニヤニヤしてるの。いや、かっこいいなと思ってじゃあファシリテーター頼みます。あ、すみません、はい、すみません、今日ファシリなんで、はい、今日突っ張ってニヤニヤってしてたからすみません、そう、はい、見とれちゃう。あ、そうですよね、はい、ありがとうございます、はい、なので何て言うんだろう、自分はどうせ愛されないとか私は彼にふさわしくないとか、うんうん、そういう思いから来ちゃってるんですよね。でも恋愛とかパートナーシップ夫婦っていうのは必ず対等なんですよ、うん、どっちが上でどっちが下とかないんですよね。なのに嫌われないように捨てられないようにずっとそばにいれるようにっていう願う方がおかしいんですよ。だから確かに。そうで、そこの気持ちをずっと彼を射止めてるために離れないように自分の言いたいことは我慢しようとか好かれるように頑張ろうとかいい女になって頑張ろうとかっていう風にその頑張りはいらないよってことなんですよ。だけども、おだけどもパートナーシップを構築していく、パートナーシップを構築していく上で彼と向き合って意見を言い合うってところは頑張んなきゃいけないですよね。はあ。そう。でもみんな真逆で嫌われないように我慢することを頑張るんだけども、じゃなくて彼とパートナーシップを構築するために言いたいことを言う、我慢しないで本音を言うってところは勇気を出して頑張んなきゃいけないんですよ。ちゃんとこで頑張ってんねや。そう、みんなそう違うところで頑張る。私が我慢して捨てられないようにと か、 だからそっちの自分は愛されないから愛されるたいの方に頑張ってるんですよ。うん、でも好き同士で付き合ってるってことはもともとが好きだからお互い対等じゃん、うん、なのにそこでわざわざ自分に自信がなく、そしてこれもね、あなたのせいじゃないよ、自信がないのも。だけどもそういう風に感じてしまって生きてきしまってるがために下になっちゃうんだよね、無意識に。そうだから彼はいい男だからとか彼女はいい女だからとか言って、で捨てられないようにとか嫌われないようにとかで自分のダメなとこ見せないようにとかっていう風にそっちを我慢しちゃうんですよ。自分の本音を言わないとか自分らしく生きない方を頑張ってしまうんですね、抑えてしまうんですよね。だからそっちを頑張るんではなくて、ちゃんと相手と深いパートナーシップを築いて安心感を得るためにそっちを話し合う勇気を出して頑張るっていう方をやっていってくださいねってことなんですよ。なるほどですね、はい、じゃあもうベースはあなた愛されてますってことです。そういうこと、はい、じゃなきゃ付き合わなくない。うん、確かに。どうでもいい人と付き合う、付き合わないよね。だから初めは例えば好きレベルが1同士で付き合いました、でこれがね
30、50、100ってどんどん深まっていくと愛になるわけでしょ、うんうんうん、じゃあその愛にしていく行動っていうのはやっぱり嫌われないように努力するんじゃなくて、ちゃんと愛になるように話し合う努力をすることが大事なんだよね。名言ありがとうございます。なので皆さんも嫌われないようにとか嫌なとこ見せて、ね、見せたくないとかっていろいろ言うけども、でもそういうのも見せ合ってちゃんとそれでもいいよっていうパートナーシップが安心感じゃないですか。だからよくなんかたまにこう SNS で流れてくるんですけど、田中みな実さんが結婚したくない理由が、その夜このパックを真っ白にして寝れないとか、え、そうなんや、子育てに自信がないとか自分の時間がないとか、だからまあそういう条件が出てきたような気がするんだけど、うる覚えなんであれなんですけども、でもそれすらも見せ合えるようなパートナーシップだといいわけじゃないですか、うんうんうん、だからなんて言うんだろう、そこをどうせ認めてくんないから結婚したくないとか、うん、嫌われないようにそこを隠しながら付き合うとかじゃなくて、そこを見せても安心、お互い見せ合ってそれでも一緒にいれるよねっていう安心感のあるパートナーシップの構築はめちゃめちゃ頑張った方がいいです、はい、うん、そっちは頑張ると。だけど愛されるためにする行動は頑張んなくていいと、はい、よくわかりました。はい、ありがとうございます。よかったです。はいはい、ということで皆さんは頑張りどころ間違えてませんか、ということですね、はい、なんかほんまに深い関係性を築いていきたいんやったら、うん、それはやり続けなあかんよな。そう、毎日アップデートしてるから自分たちの感情とかも考え方も、うん、だからその日にうんって思ったことは絶対言った方がいい、うん、その場に言った方がいい、うん、火種がちっちゃい時に言ってすぐ消化して次のもうどん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 新しいパートナーシップ、うん、ごめんなさい、パートナーシップを構築していった方がいいよね、うんうん、なんか愛香はさ、もともと思ってたことが、うん、パートナーシップって一回、まあ、ちゃんと心でつながったら、うん、もうそれでそれ以上揉めなくていいとか思ってた、話し合わなくていいって、だから最初だけ頑張ろうとか思ってたんですけど、うん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 、ずっと気づき続けないといけないし、なんか深めるために話し合わない、うん、話し合い続けないといけないし、うんうん、でもさ、なんか最初はめっちゃきつかったんですよ、バツイチ子持ち問題でね、うんうん、悩んでた時とか。でも年々その向き合い方とかがカジュアルになってきた感じがする、うんうん、確かに確かに、こう重たくない感じ、うんうんうん、だから最初はどんだけしんどくても諦めずに、うん、本当に私たちが築きたい関係性ってどうなんだろうっていうのをちゃんと目的があったら向き合い続けられる気がする。いや本当そうですね、うん、なんかさ、よく運命の赤い糸とか言って言うじゃん、うん、で初めはこう例えば一本でつながって糸でつながってるよね。でもそれをちゃんと本音を出し合って、お互いが出し合って心を交換し合うと、その糸が何本にも何重にも重なってロープって綱になるんですよね。ね、紐ってさ、ロープってこと、一本の紐がこうやって何十年もさ、ねじねじするってことは、その糸をロープにするっていう、やっぱ行動しなきゃならないんですよ。太い絆を、安心感のある絆にするには、そのためには本音を出し合ってお互いがちゃんと努力をする、こう橋渡しをしていくっていうのはすごく大事じゃないかなと思います、はい、すごい、わかりますか。今日はね、たくさんの名言が飛び出しましたよ。ありがとうございます。吉尾さんにはこうやって定期的にお話を伺うとなんかこうはーんって思うようなさ、そうですね、ことを言ってくれるから、はい、面白いよね。ちょっと質問とかくれるとね、うんうん、こう僕も話しやすいんで、ね、あ、はい、分かりました。私もいっぱい質問があるので、はい、今後も皆さんを代表して吉尾さんに質問していきたいと思います。ありがとうございます。それではこの動画が面白かった、勉強になった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。